始まりましたグルメドフィシャルチャンネル、略してグルちゃん。戸賀神社の奥宮にやってきた。はい、今日はですね、豊川市にある戸賀神社奥宮に女神の微笑みのご祈祷にやってきました。イエーイ。そう、女神の微笑みは私たちが発信する東三河の豊橋生まれのお米なんだよね。そうなんです。私たちは女神の微笑みの PR 大使として活動させていただいています。大粒でもちもちでお米の甘みが強いのが特徴のお米なんです。はい、で他にもね、なんかね、古代米が蘇った奇跡のお米っていうふうにも言われてて、すごいとってもね素敵なお米なんですよね。そうなんです。そのことについてはちょっとまたね、他の動画でも紹介してるので、ぜひそれを見ていただけたらなっていうふうに思います。このご祈祷には毎年来てるんだよね。1年ぶり、ね、1年ぶりですね。はい。女神の微笑みはね、結構私たちも実際に育てたりしてるお米なんだよね。そうなんですよ。東三河もあのね、耕作放棄地がすごいたくさんあるから、その一部をねお借りしてね、私たちも育ててるんです。で、そのいつもね心を込めて育てている女神の微笑みのご祈祷、今日はやっていきたいと思います。イエーイ。どうも、ご祈祷にね、やってまいりました。やってまいりました。そう、今ちょうどね、ほのくに姉様を一緒に連れて、そう、メルと一緒にね、メルもあそこにいる、メルね、メルもね、ご祈祷初めてだね。そう、初めてだね。ね、私とメルが初めてですね、ご祈祷。そうだ、イソミも初めてだ、ちょ、貫禄ありすぎて。そう、だから実は初めてなんですけど、今日はみんな頑張っていきたいと思います。頑張っていきたいと思います。今日はね、ご祈祷に来ました。初めてのね、私も初めてなんで。そう、そう、初めてだから、だからそこの2人が初めてなんでね、楽しみです。はい、楽しみです。頑張ります。ここから富士山が見えるんだけど、今日はちょっと無理ですね。めっちゃ曇ってますね。見えないか。なんでそんなしびれてるの？マジで毎回しびれちゃうんですよ、本当に。マジで毎年、もう本当毎回しびれるんですよね。行ってきました。じゃーん。そうね、毎年ご祈祷してくるんですけど、いつも神聖な場所だなって思ってやってます。おみくじ引きました。何番だった？30番。私25です。25。ラッキーセブン。うちら一緒なんですよ。いいね。3期生コンビ、ラッキーセブンからの3。おー、3一桁だ。私22でニャンニャンです。え、からの1です。おー、すごい。4やば。私39番。サンキュー。せーの。てて願い事っていうところに全部他人の助けにより望み事叶う。すごい。私、勉学せよって書いて勉強しろって。私もそうかも。これ今年2回目か3回目ぐらいのおみくじなんですけど、うせものが出るって全部低いところなんですよ。で、全部低いところからなくしたものは出るらしいです。いいね。私、常に心の迷いありって書いてある。私らしい。頑張ります。で、私の苦手な、騒がず時を待ちなさいって書いてあるのが
ちょっとやばい。騒いじゃん。騒いじゃん。でもなんかエリコの中でパニック起こしてるわ。学問とか安心して勉学せよって感じ。あいいね。安心だね。いいね。え、ルカリンはどう？私、うせものが間もなく出るみたいです。間もなく出る。いなくしたんや。私、学問で早めの決心が大事ってこと。勉強しない。勉強しないって決心をした。なんで決心した？ゆきなんと一緒で、他人の助けにより望み事叶う、急ぐなって書いてあるんですけど、あの、地位は基本的に急いでしまうので、ね、気をつけたいなって思うのと、多く買えば損ありってあるので、あんま物を多く買わないようにしようかなって思います。気をつけろ気をつけろ。そう、ついつい買いすぎちゃうし、ね、うん、今年はだって悪い運勢の子があんまいなかったから、そうだね、あのグルティアはいい1年になるんじゃないかなと思います。はい、やったー。だから、まあ、グルチャーの登録者数も1億人突破すると思って、ね、ちょっと待って、はい、頑張っていきます。でかい気がした。やったね。女神のあゆみの好きなところ言ってください。はい、あのおにぎりで食べたことあるんですけど、うんうん、冷めててもすごく美味しかったです。あ、もちもちなんですね。そうなんですよ。 そう、ね、その印象が強くてもうずっと食べてたいですね。うん、いいね。女神のあゆみはおむすびで食べる、塩むすびで食べるのが一番おすすめです。はい、そうです、おすすめです。女神のあゆみの好きなところ教えてください。はい、食べ応えがあるところです。おそう、うん、どんな風に？え、ご飯だけですごい満足するんです。甘くて美味しくて味が濃厚っていうか、わかる。あのさ、おかずいらないよね。そう、おかずがいらないぐらい本当にお米自体が美味しくて、だから食べ応えがあるって言いました。確かに、わかるわかる。そんな感じです。はーい、ありがとう、ラブ。はーい、れいちゃん、女神のあゆみの好きなところ教えてください。好きなところですか？うん、じゃあ本来のそのご飯として食べるのも美味しいんですけど、うんうん、なんか米粉にしたりとか、うん、あとポン菓子にしたりとかでお菓子に使うのもめっちゃおすすめです。もちもちになったりとか。そうだね、ケーキとかも、あの女神の意味のシフォンケーキめっちゃ美味しいなって思う。ふわふわだしもちもちだし、うん、食感も楽しめるし、うん、だからそれがおすすめです。え、れいちゃんはその米粉使ってなんか料理とかしたことある？米粉使ったは、うん、ホットケーキと、おー、うんうんうん、あとパウンドケーキ作りました。さすが、あの料理上手れいちゃんだね。ほんとにしっとりとしてて、かつなんか生地もタピオカの粉とか使ってないのにもちもちしてて、すごい美味しかったです。うんうん、おー、いいね。ありがとうございます。はい、ありがとう。女神のあゆみの好きなとこ教えてください。女神のあゆみはでっかくてもちもちしてて、なんか甘みがあるところですね。ね、めっちゃ大粒だよね。もうびっくりしまして、初めて食べた時。いや、あのおにぎりでいただいたんですけどね、うん、食べてもね、本当に美味しくてもちもちでびっくりしました、うん、この後食べるの楽しみだね。食べれるんですか？あ、この後食べる？多分。マジですか？そうそうそう。ちょっと予想外でした、ね、楽しみだね。イエーイ。はい、ということで女神のふふみのご祈祷行ってきました。イエーイ。行ってみてどうだった？なんか今日は川の日さんの衣装が綺麗な色だったなって、うんうん、あ、はい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 。なんか川の日さんによってさ、いろいろ違ったりしたりするから、そういうのを見てて楽しいよね。うん、確かに確かに。ヨコメンバーはなんかこうみんな一生懸命やりすぎて、あの足しびれたって。確かに。いや、レイちゃん全然大丈夫そうだったよね。めちゃくちゃ余裕だったんですよ。すごい。みんなしびれました？他メンバーどうでした？私ダメだった。え、なんかメルメルはなんか剣道部だったから全然余裕だったみたいですよ。大丈夫だったメンバーどれぐらいいるんだろう。大丈夫だったよって言うと、ほとんどじゃない？全然ダメだったよって言うと、はーい。何なんですか？ご飯に特訓したから、ね、チーム自意識過剰じゃん。チーム自意識過剰、正座用のやっぱり自意識がこの、ね、足に溜まってしまって、チーム自意識過剰は正座で今度特訓しようね。しましょう。改めて女神の微笑みへのなんていうのか、愛が深まるというか、また私たちも一年一生懸命 PR していこうっていう気持ちになるので、いい行事だなっていうふうに思います。そうだね。去年はあのコロナ禍の中で全然一緒に農作業をすることができなかったから、今年はあのみんなと一緒に女神の辺に育てられたらなって思います。これでね、ご祈祷のおかげで豊作間違いなしになったと思うので、はい、女神の上にみんなも食べてくださいね。お願いします。お願いします。今は
女神の微笑みの地主の今泉さんのところに来てます。じゃーん、おー、美味しそう。麹で醤油麹作って食べてみてください。こちらは女神の微笑みが使われたお団子、玄米団子です。野田屋さんで買えます。女神の微笑み米ぬかグラノーラクッキー、これ新商品ですか、もしかして。そうかもしれないです。これは女神の微笑みですね。はい、今日もご飯ありがとうございます。ありがとうございます。おいしい、おいしい、おいしい、おいちーちゃま、あ、出た、おいちーちゃまなんで睨むの。怖い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 。れいちゃんどうですか。うわし、寝る、おいしい。あ、女神初女神じゃない。ね、やばくない。ねえ、めっちゃおいしい、よかった。皆さん、この田んぼから物語が始まるんですよ。なるほど、はいはい、しっかり目に焼き付けてください。せんの風に。いや、おかしい。イエーイ、今年はこの田んぼで作るみたいです。イエーイ、めちゃくちゃ前より全然広くないですか。広い、やばいよ。あ、そうなんですね。規模がやばい。まあでもグルティアもね、人数も増えたことだし、これぐらいはできるだろうっていう、はい、あの今泉さんからの昇格ですよ多分。そう、頑張ろう。そう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 、ささみが全部手植えでやります。イエーイ、任せてください。もう誰もやらないよって感じですよ、本当に。私一人の力でねって言ったな。下克上言ったな。分かってこいって。はい、天の風になって、せーの。おかしい。のかもうやんないですよ。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントぜひよろしくお願いします。夢を